はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、こう日蓮召集系カルト教団のセールストーク布教トーク、釈服トークをどうやって論破していったらいいのかということで、まず使うこのセールストークをちょっと取り上げてみたいと思いますね。はい、でそれは何かと申しますと、三世の生命、永遠の生命ってこれ好きなんですよね。これ、特にこの日蓮召集とか創価学会、もうこの辺が大好きですよね。はい、あるいはこう人にはなんかこう使命があるとかね、これは創価学会が大好きこういう話、でこれね、もう根本的にそのね、人の幸福とは全然関係ない話なんですよね。はい、で三千の生命があるから永遠の生命だからなんか日蓮召集系に入んなきゃいけないなんて話をよくするんですよ。はい、でだからといって、そんな日蓮召集系カルト教団に入信する必要は全くないと、こういう検証をしてみたいと思うんですよ。はい、それでですね、この三世の生命、まあ三世の生命っていうのは、その過去、現在、未来っていうふうにね、そのなんかその人間の命っていうのは、この生まれる前に前世があって、で死んだ後もこの未来世があるって言うんですよ。はい、でなんかもっとこの三世の生命が進んでくるとね、そのずーっと昔は無始無終だとかなんとかってね、無始無終っていうのはもう終わりがない、始めがないというふうな意味なんですよ。はい、で永遠の生命だっていうふうなことをですね、まあ仏教で説かれてると、はい、いうことを言うんです。あるいはその人にはそのなんか人それぞれ使命があると、あ、なんかそんなことをね、まあ散々なんか言って、布教トークをするんですよ。まあこの辺は日蓮召集系カルトの創価学会が得意としてるところですよね。はい、でですね、これね、だからその創価学会に入れ、あるいは日蓮召集に入れってなことを言うんですけども、生命が、まあ、そのね、過去、現在、未来と繋がってるとか、繋がってないとかっていう話、なんか分かりませんよね。はっきり言って。はい。で、まあ、仮にですよ、彼らの言うように、その、本当に人の生命が、過去、現在、未来っていう風に繋がっていたとしましょう。ね、繋がっていたと、仮定しましょうね。はい。でも、それが、そのこと自体が、人の幸せと全然関係ない話ですよね。別にサンタと繋がってたからどうだったんですか。だから、日蓮召集に入信した創価学会に入信しろと。そんな話じゃないですよね。全然これね、関係ないんですよ。はい。三世の生命が、だから、永遠の生命だからって言って、そんなね、日蓮召集系カルト教団になんで入信しなきゃいけないのって話になるんで、そんな必要全くない。入信する必要なんか全くないんですよ。はい。なんか、こじつけて、その、入信しろみたいなところに話を持っていくんですけどね、全然関係ない話なんですよ。はい。まあ、これと関連してですね、その人には何か何とかする使命があるなんつって、日蓮召集系、特に創価学会のもう得意とするその布教トークですね。まあ、私も散々言われましたよ、こういうの。本当に。でね、仮にですよ、これも、ね、人に何かする使命があるとしてもね、あったとしましょう。はい。だからってなんで日蓮召集系カルト教団に入信しなきゃいけないんですか。入信する必要性全くないでしょ。全くないんですよ。はい。
で、今もね、なんか私に言ってる人間がいるって言うんだよね。私はほら、仏教哲学研究会の公式チャンネルでこうやっていろいろ検証してるじゃないですか。あの人はね、あんな、ああいうふうにする使命があるんですよ。だから、まあ、使命があったとしましょう。仮に。仮にですよ。ね。でも、だからって私がなんで日蓮少数権に入んなきゃいけないんですか？入る必要性全くないでしょ？関係ない話なんだよ、こんな話が。で、そこをね、まず一つポイントとして押さえなきゃいけないと思いますよ。はい、それでですね、まあ先ほどその三者の生命とか永遠の生命とかっていう話をまあしましたけども、まあそれを信じてる人と信じてない人っていうふうにまあ分かると思うんですよ。まあ信じてる人はそのまあ日蓮少数系のカルト教団に入ってる人ですね。で、まあ信じてない人、まあそれはそんな三者になってるかどうか分からないじゃないかね。だからまあそれを信じてない人というふうにまあ二つに分類したとしますよね。そうすると、まあ、三世の生命を信じてない人、もっと言うと、現世で終わりというふうに考えている人は、やっぱりね、現世、まあ死ぬまでの間に、まあ幸せをつかもうとしますよね。だから、いろいろ必死になって努力したり、まあ勉学を励んだり、仕事を一生懸命やったりしてですね、まあ、幸福になろうとするわけですよ。まあ、それに対して、その三世の生命に執着してる、日蓮召集系カルト教団の信者の人たちは、もうカルト活動ね、日蓮召集とか、創価学会とか、検証会とか、昇進会の、カルト活動は熱心に取り組むんですけども、現世で、まあ、いろいろ努力して幸せをつかもうとすることには全然不熱心ですよね。まあ、熱心にそういうことやってるふうにちょっと見えないですよ。だから、カルト活動に、まあ、年間でですね、何十万、何百万のお金を使っても全然気に留めてないんじゃないかと思うんですよね。まあ、かつてこのチャンネルでもですね、日蓮召集を離脱したらいくらお金が浮くのかとかね、創価学会を離脱したら、いくらお金が浮くのかという検証しました。で、普通に活動したら、これもう何十万、何百万のお金をですね、年間に使うよと。だから離脱すればそのお金浮きますよという検証をしてきたわけですよ。で、それを見てなんかびっくりした人もいたみたいなんですけども、全然そういうお金を使っているということを全然気に留めてないんですよ。この現にそのカルト教団に入ってお金を使ってる人はね。でもね、1年間で、例えば100万円ね、このお金を使う、使わないの差っていうのがですよ。まあ、1年か2年じゃそんな大した差にならないかもしれませんけども、これ、例えば40年、ね、だったら4000万になっちゃうんですよ。で、4000万って言ったらね、まあ、完全に家1軒が建つお金ですよね。200万だったら8000万になっちゃうよ。そしたら東京の23区内で新築のマンションが買えますよ。それくらいのお金になっちゃうんですよ。それくらいの大金になるっていう話ですよね。だから、そのね、三千の生命を 信じて 執着してる人っていうのは、そういうお金、現世のお金に対する、意識がやっぱりね、薄いんじゃないんですかね。で、というふうに私は思うんですよ。で、もう一つあるのはね、まあこれ、仏教哲学研究会に、まあそういうお電話をかけてきてきた方が、まあいらっしゃるんですけども、この三世の生命、過去、現在、未来につながっている三世の生命観っていうものを、社会思想の根本にしたらですね、社会問題が全然解決されないで放置されたまんまになっちゃうんじゃないかということで、非常に危惧されて警鐘を鳴らしていらっしゃる方がいらっしゃるんですよ。
で、この三世の生命観を社会思想の根本にするっていうのはどういうことかっていうと、要するに三世の生命観って宿命論ってありますよね。宿命とか宿命論っていうのは。で、例えばその、まあ、社会的に、例えばですよ、いじめの問題があって、じゃあその問題をじゃあ解決しましょうという時にですよ、じゃあこの三者の生命観で、じゃあいじめやる人はそんな、例えば過去の宿命があるんだなんていうふうに言っちゃったら、じゃあその社会的問題が解決されない、うん、いうことになるじゃないかと。はい。ということで、こんな思想が広まったら、これは大変なことになると。いうことで、本当に警鐘を鳴らしていらっしゃる方がいらっしゃるわけなんですよ。はい。ですから、これね、その、日蓮宗宗系の言っているこの三世の生命観とか、永遠の生命観なるものを持って布教してるっていうのは、誠にね、社会の利益に合致してない。ものだというふうに思われるんですよ。はい。だからこういうふうに本気で危惧していらっしゃる方がいらっしゃるわけですね。はい。それでですね、その、まあ、三世の生命観とか永遠の生命観は、まあ、仏教で説かれているというふうに言うんですけどね、あのね、その、簡単に言うと、そのね、そういう、法門、教学っていうのは、まあ、出家の弟子、まあ、僧侶ですね、を相手に説いたものであってですね、これをね、またね、在家の生活にそのまま当てはめるから、そのまた脱線が起きるわけですよね。踏み外して、わけのわかんないところになんか話がいっちゃったり、するわけでありまして、やはり、その、出家仏教と在家仏教というものをですね、混同してるっていうところにも、やっぱり一つの、やっぱり大きな間違いのもとがあると思います。はい。ですからね、三世の生命が正しいかどうかなんてちょっとわかりませんけどね、それは。でも、だからといって、それが、だから、その日蓮宗宗系に入る必要は全くない。うん、人の幸せとは全く関係ないじゃないかと、いうことでございます。はい。まあこんな感じでですね、まあ言われたらね、こういうふうにもう切り返していけるんじゃないかなということで、今回の検証をした次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。